これテレビっ子だな。テレビっ子だ。てかタイトルに書いてあるし。あ、長い。あ、来た来た。いや、どこから俺が参戦していいんだろうね、これ。ちょっと見たい。ルイジさん、郵便です。結構ダンディーな声だね。誰からだい？手紙にマリオブラザーズって略されとるやん。ピーチ姫だ。おう。結構、あれ？マリオ、ルイジ？あれ？ちょっと待って。茶髪じゃない？え、ピーチ姫って茶髪だっけ？しかも耳ちょっとピアス開けてない？この頃のピーチ姫って結構チャラかったんかな？よーし、僕らも恐竜ランドへ行こう。ちょっと待ってくんね。二人のためだけになんでこんなでかい旅客機使うかな？あ、来た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 。これマリオワールドの定番のソングだね。マリオとお、来た。おぉ。ルイージいないけどね。あ、そうだ。テレビの前のお友達に電話しなくっちゃ。俺のことか。ちゃんと僕がテレビを持ってきた。いや、お前どこに入れてんだよ、お前。取ります。ないけどね、その電話。してる手で、してる手で行きましょう。もしもし、はい、僕マリオ。あ、してる。今僕たちは恐竜ランドに向かう飛行機に乗ってるんだ。あ、してるよ。美味しいフルーツにワクワクすることがいっぱいありそうで、とっても楽しみさ。その感想いらないわ。嫉妬するから。そろそろ飛行機が着陸するみたい。ほんじゃまた後で電話するからね。その感想いらなかったなぁ。ただ嫉妬するだけだよね。アロハー。いや、それハワイな。気持ちいいぐらい誰もいねえな。やっぱこいつら二人だけのためにこのでかい飛行機はほんともったいないと思うわ。お、出た出た出た。出たよ。やっぱいつの時代でも悪党はつきもんだよな。久しぶりだな、マリオ。ピーチ姫は俺様がいただいた。返してほしくば、馬上まで来るがよい。ただし、この島は、もはや俺様の部下でいっぱいだ。果たして、たどり着けるかな。自分ち来させたがるよね、あいつ。ねえ、兄さん、早くピーチ姫を助けなくて。お、そうだ。助けよう。よし、行くぞ。うん。行こう行こう行こう。行こう。え、あれ飛行機、飛行機使えよ。なんでわざわざ徒歩で行くの。スーパーキノコでも出ないかな。よっと。お、わ、めっちゃ光ってる。来た来た来た。早速電話来た。もしもし。はい。僕ルイジ。ね、みんな。なんかイントネーションおかしくない？何の卵なんだろう。あー、これは難しいな。だからどの卵か。あー。あー、これ難しいな、これ。あ、どれだろうな。わかった、わかったぞ、これ。卵から生まれてくるやつわかったぞ。あ、これ絶対にノコの。うん、まあだろうな。どうもありがとう。だろうね。僕はヨッシ。君たちは誰？生まれてきた瞬間すごい自己紹介するじゃんこいつ。そうか、ピーチ姫と一緒に写ってた君がヨッシー君だ。ね、みんなはさっきの問題当たってたかい？ああ、バッチリ。ブー、残念。ヨッシー君の尻尾が見えてたよね。は、うるせえ。ねえヨッシー君、ピーチ姫は今どこに？その質問はおかしいだろ、お前。さっきクッパの話聞いてなかったのかよ。さあ、背中に乗って、道の案内は僕に任せてよ。あら、よっこち。お、すげえ。行くよ。二人も乗せられたっけ、ヨッシーって。この吊り橋を渡ると、ドーナツ部屋です。あ、ドーナツ部屋、懐かしいな。おーおーおー、早くね。お前ら城で待ってる。どっちにしろマリオお前の城に乗っ込んでくんだからさ。だあ、ブルがたくさんいるな。ノコノコの方が多いよ。ドラゴンが一番多いと思うな。おい、イギーを見てやれ。はい、もしもし。もしもし、ねえみんな。うん。ブルとノコノコとドラゴンの中でどれが一番。いや、もうこれは確実にノコノコでしょうね。やっつけながら一緒に数えよっか。すごい余裕あるね、やっつけながら数えるって。1、2、3。めっちゃ丁寧に並んでんじゃんこいつら。このドヤ顔うざいな。まだ負けたわけじゃないぞ。お前何もしてねえだろ。僕に任せて。出た、ヨッシー先輩最強だからなこいつ。うわ、ほらね、食ったやつファイヤーにしちゃうもん。よえ、こいつ何もしてねえぞ。消えろヨッシー。いや、助かったよ。ずいぶん治療済みだけどね、一応。ドーナツ部屋のお化け屋敷に住んでるテレサは持ってきたけど、ただ一つ、明るいところが苦手なんだ。覚えておいてね。
いやいや、そんなわかるよ。もっともっと有力な情報くれよ。この怪我でその情報量は少なくない？お前、お化けにライトは鉄板でしょ。しかも恐竜って手使うか？手骨折してたけど手使う？どっちかというと顎だよね。恐竜って。来た！マリオで定番だよね、お化け屋敷ステージは。うわぁ、まあ、とりあえずファイアフラワーあれば、無双だよね。ここから出られた奴はいないよ。出口を見つけてみろ。すげえ魔女みたいな声だね。屋敷ぐるー回って次のステージ行けばいいと思うんだけどな。あー、この BGM 懐かしい。なんだって、うわ、怖っ。そうだ、イエローがテレサの弱点を教えてくれたっけ。そう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 。帽子の中に何かあるかもしれないな。帽子の中にあんの？普通その腹のそのあれに入れるんじゃないの？すごいよくないか。あ、帽子の中にろうそく入ってんの。真面目な回答するとね、絶対3番。絶対3番でしょ。もう炎でしょ、光でしょ、唯一フラワーでしょ。ろうそくだってさ、ファイアフラワーないと使えないじゃん。この中で言うと絶対フラワーだよね。絶対フラワー。うん、これ断言するわ。はははは。おい、その日どうやってつけたんだよ。お前フラワーだろそれ。ほら、その日どうやってつけたんだよ。すごいよく鍵持ってんな。やったー、出口の鍵だ。これだよ。この4つの鍵穴の中に本物があるはずだぞ。ちょっと待てー、いちいち電話してくんだそんなことで。ねえ、この4つの中のどれが本物だと思う？え、わかんねえよ。全部入れて確かめろよ。外れだったら引っかかるじゃん。当たれば入るでしょ、そのまま。おお、ああ、懐かしい、この鍵穴開くの。次のエリアだ。次のエリアだっつうけど、絶対お化けのステージいらなかったから、屋敷遠回りで行けばいいじゃん。これじゃブロックがないと渡れないよ。ああ、確かにね、溶岩は危ない。おいらはカーメック、カーメック魔力の魔法試験じゃい。お前の重厚紹介聞いてねえよ。どれが本当のスイッチかわかんないよ。いやいや、全部押せよ。もしもし、みんなまたまた困っちゃった、はい、いちいち電話すんねよ、そんなんで。黄色のスイッチを押せば黄色の点線に。はい、緑でーす。そうだね、緑でーす。しゃあ、はははは。おい、もうこれ結局全部押してんじゃねえかよ。それ、三連ジャンプ。尺の都合上、ダイジェスト三連ジャンプですね。レギーじゃねえ。はははは。誰だ、レギーって。形一緒だけど。わあ、まだ赤ちゃんのヨッシーだ。赤ちゃんヨッシーかわいい。ダメだよ、君は帰りなさい。かわいい。まだまだ危ないところなんだから。やだ、僕も戦うの。かわいい。よし、見てて。おう。危ない。ダメだよ。いや、さすがにパタパタいけるだろ。おう。なんなんだ、この恐竜は。大きくなれば文句はないよね。お、チョッパー。この先のブロックに秘密のアイテムが隠してあるけど、きっと誰も気がつかないよ。何番目のブロックだい？右から3番目のブロックさ。右から3番目。いや、これ右から3番目って情報なくても絶対わかったぞ。人がいっぱい。ずいぶん 2D だね。どうした？もしもし？はい。いや、みんな、僕から問題を一つ。問題余裕あるな。マリオとルイジ。はい、ルイジでーす。ピーボーン。しゃあ。ここから飛び降りれば下はすぐ迷いの森だよ。迷いの森っつって飛び降りたくないな。高くない随分。お前いつテープ貼る暇あった？え？なんだその間の抜けた声。あれれ、出口はどっちなんだ？すごいな、お前そこを結構ぶつけたら死ぬぞ。違うよ、出口はこっちだよ。いやそっちじゃない。どっちだよ、あっちそっちじゃ分かんねえよ。こんなりゃ僕らで探すしかないね。おしゃくれルイージだ。私が力ない。お、まだまだ新キャラか。なんかずいぶん聞いたことある声だけど、あれ、ここ、こんなお花畑だったっけ。これと同じのくれたら一個と教えてあげるよ。お、リンゴじゃん。これまたずいぶん綺麗に切断されてんな、このリンゴ。いや、これはバカにしすぎじゃない？さすがに。テレビっ子さん。年齢層低い人に見せてるとはいえども、これはさすがにバカにしすぎ。これどう考えてもメロ。リンゴだよね。だよな、リンゴだよな。当たり前じゃん、マジで。舐めすぎだよな、テレビっ子さん。やめてくれよ。わかった、これだね。おやつ食べようと。今帽子から出しただろ、お前。絶対入んないでしょ、帽子にそのデカさ。この森の
きは嘘しか言わない嘘つきばかり。でも一本だけ本当のことを言う赤い花が咲いて黄色の実がなっているし、赤い花があるのよ。なになに、いきなり無言で電話すっからマリオ切れてんのかと思った。真実の木ってどの木かわかるかな。わかんない。一番だろ。ピンポン、あったり。タレミだろお前、なめんな。願い教えてください。真実の木。この、ま、なんかこいつも嘘つきそうな顔してっけどな。この迷いの森を抜けるにはね、ああそこの湖に飛び込むと次のエリアなの。いやさすがに樹海迷って湖に飛び込めば出られるって話はさすがにちょっと無理があるんじゃないの。それに命張るバカいねえと思うんだけどな。信じすぎじゃないちょっと。やっと城が見えたね。一回目の城。仕掛けざるだな。仕掛け適当すぎない？絶対当たんないでしょ、こんなん。うわ、私たちはどのくぼみに隠れれば助かると思う？こいつらにちょっと死んでほしいから、一番で。麦湯、そこじゃ挟まれちゃうよ。麦湯じゃすまんねえだろ、こんなの。全身串刺しのお前、残酷死体の出来上がりだよ、お前。あ、尺の都合上みんな出てきた。これ一番左にいるのレミかな。顔すごいことになってるけど、顔の9割は目で覆われてるな、これ。よくやってきたわね。あははは、ずいぶん想像通りの声だな。この1個分のスペース気になるな。いや、戦闘中に電話すんなよ。え、待って、3番4番の違いが分かんない俺今。あ、分かったよ。あれ、それか、そういうことね。ん、2番4番の違いがいまいちよく分かんない。なんだ、腹のあれ線か。じゃあ4番じゃない？ピンポーン。ほんとだ。サンキュー。よっしゃー！悔しい！理不尽な怒りだよ。マリオドン引きしてるけど。お！え、強くね？お、レッドヨッシー。お、やってくれるか。任せろとか意気込んだ割には。結局マリオ任せかい。つえーマントつえー、つえー、いつまで回ってんだよ。おぉ、僕のおかげです。今マリオの口からとんでもない主語が聞こえちゃったけど、コクッパ城を爆破しようと爆弾を仕掛けたんだけど。このセリフ結構猟奇的だと思うの僕だけかな、これ。よし、僕に任せろ。何のためらいもなく電話してきたね。恥ずかしくないんかな。4つの爆破スイッチのうちどれがコクッパ城に。かわいそうだよな、でも爆発させるってしろ。まあ、一応時間かかってるからね。こういうさ、本物はどれ問題でさ、毎回共通して思うことあるんだけどさ、全部押せよ。4番。いや違う、2番。ピンポーン。よっしゃ。あらら、違ったかな。ねえルイージ、ちょっと見てくれる？なんだよもう、ばっかりこんなことさせられるのか。かわいいな。おお、かわいいな。ルイージ、ルイージが可愛く見えてきた。おいえあら。え、何これ？え、何この集団いじめは。もういいよ、兄さんなんか、兄さんなんか嫌いだー。なんだよ、変なやつ。ルイジなんかほっといて。よし、先に。おー、もうマリオ最悪すぎんよ、お前。マリオってこんなゴミクズでしたっけ。クッパ城、そこやっぱ飛行機で行った方が早いじゃん。秘密の玉は忍び。あー、カロン懐かしいな、このデザイン。緑は進め、黄色は注意。赤なら絶対渡っちゃダメよ。誰だ。かわいい歌だな。ねえルイジ、おつまんない意地を払って早くマリオを助けに行こう。つまんない意地。一人でクッパを倒すのは無理だよ。一人でクッパを倒すのは無理だよ。一人でクッパを倒すのは無理だよ。え、嘘でしょ、カロンに負けたのこいつら。すごい兄貴だな、本当に。来たー、チャパツピーチだー。ドンクッパのお出ましですね。え、ちょっと待って、ここ城だったの？俺ずっと船だと思ってたんだけど。あー、結局もうあれだね、手下たちにはもう呆れてもうメカに頼ったんだね。卑怯だぞクッパ、正々堂々と1対1で戦ったらどうだ。いや、お前もまんざらじゃないからな。お前も1対1で戦わない時あるからね。ほらキノコだ。ほらほらほら、もう1対1じゃねえじゃん。そのキノコ受け取ったらお前1対1じゃねえぞ。はい、お前のその1対1理論でいくと、ルイージからのパワーアップアイテム、キノコもらっちゃダメでしょ。おお、なんだ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 。いや、食ってねえだろ今。食わないんかい、キノコ。受け取れたさ。それ、よし、
ブロザーアタックだね。まあ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 そうだろうな。まあまあまあ当たんねえよな。俺いよいよ電話しなくなったよこいつ。上と下、君ならどっちを狙うか。もう分かんねえよ。これも勘か。あー、じゃあ上で。命中した。ぐわー、命中したとは言わねえだろ。おい、どこ行くんだ、どこ行くんだ。僕らの中が戻ったら怖いものなどありゃしないって。おう、そうだろう兄さん。今ちょっと間空いたぞ。今ちょっと考えたぞマリオ。それは僕のケーキだぞ。えー、嘘だって半分ずつですよ。さすがマリオとルイジね、ありがとう。さすが。じゃあまた。あ、じゃあね、バイバーイ。うわ、怖っ。スーパーマリオの桃太郎。ああ、ちょっと待ってくれ、ちょっと待ってくれ。世界観が全然わかんないぞ。こういう世界観での桃太郎ってことね。うわ、おじいさんとおばあさんめっちゃいい家住んでんじゃん。何あの後ろの木、絶対手入れ疲れるでしょこれ。あ、いいな、これなら、これなら俺も住んでみてよ。 おばあさん、お茶が入りましたよ。ビジメ、このカメックのおじいさんおばあさんの娘、それとも拾われた系、それとも自分のちゃんとした自分の遺伝子で生まれてきた子なのかな、どっちなのかな。このカメック親子がして生まれてきたような顔に見えないけどね。人種が違うもん。幸せな暮らしもそう長く続きませんでした、うん、十分続いてるじゃん。というのも欲張りな鬼の王様、うわ、なんだなんだなんだ。下のコクッパたちを使って、星々の人々から美しいものや大切な宝物を奪い荒らし回って。あー、出た出た出た。待って、コクッパ少なくね、なんか。はい、1、2、3。あ、見えねえ、一体。1、2、3、4、5。あれ、一体いねえぞ。一体いないんだけど、一体クビになった、もしかして。いや、なんか少ないよね、やっぱ。いや、さすがに勝てねえだろう。姫の姿を一目見たクッパ大王は、これだろ、あまりの美しさにお嫁さんにしたくなりました。おお、クッパこんな顔できるんだ。美しい、僕ちゃんのお嫁さんにぴったしよん。めっちゃドン引きされてんじゃん。 おじいさん、おばあさん、助けて。お前もう少し抵抗しろよ。なるがままに運ばれてるじゃん。なんでも差し上げますから。うわ、姫だけは返してください。何でも差し上げます。いいやつすぎる。ピーチ姫を返せだと、うん、本当だよ。お願いでございます、ピーチ姫をお返しください。ちょっと待って、全く関係ないけど、この人の声なんかブロリーでめっちゃ聞いたことあるんだけど、気のせいかな。よろしいです、じゃあ王様お願いでございます。ピーチ姫だけは僕ちゃんのお嫁さんにするんだもんね。やべ、今よりゴミだな。桃太郎ってこんな胸クソ悪かったっけ最初。やっぱ家めっちゃ豪華じゃん。お前らやっぱどっかの王国の王女を取ってきたべ。自分の娘だったら姫とか言わないでしょ。絶対どっかの王国からパクってきたべ、あの女。あら、ちょっとすごい心に苦しいんだね、これ。なんだなんだなんだこれ、なんだこれ。ちょっと待って。え、なにこれ、なにこの新宿みたいな。東京みたいな、なにこれ。大都会じゃん。いや、おかしいやん。なんでクッパもよくわかんねえな。一目惚れした女をさ、こんな独房にぶち込んだりするかな。クッパ大王のお嫁さんになることを断ったピーチ姫は冷たい牢に入れられてしまったのです。鬼畜すぎん。来る日も来る日もピーチ姫のことばかり思い出しては懐かしくいました。すごいよく川にいるな。絶対桃太郎まで。なんだなんだ。相変わらずクッパ大王は手下の鬼たちを連れて宇宙の星々の宝物を奪い荒らし回っていました。最悪すぎんだろ。うわあ、他の星々これどこで手に入れたんだろうね、こういうの。うわあ、大月みたい。桃太郎くんじゃない。光の玉が落ちてきました。あら、お母さんや。危ない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 。君の名はみたいになっちゃうよ。あ、死ぬって。直撃じゃん。どんぶらこは川は。お前ら直撃したやん、今明らかに直撃したやん。お母さんや、この桃動かなかったかい。そういえば動いた。まったくピクリとも動いてないけど。割れるぞ勝手に。
くり返しひげを生やした元気のいい男の赤ちゃんが飛び出しました。元気のいい親父が生まれてきたな。大きな桃が降ってきたかと思ったら、うん、中から男の子がひげ突っ込めよ。何かの授かり物じゃ、大切に育てましょう。十分もう育ってると思うけどね。赤ちゃんを連れ帰りマリオと名付けて育てることにしました。ちょっと桃太郎じゃないのそこは。の早い成長、いや早すぎだろ。立派に育ってくれます、ね、このマリオどこ見てんだろうね。それにしてもこんな時ピーチ姫が。やめなさい、バーサイヤ思い出しても今の私たちの力ではどうしようもないんじゃ。よかったら聞かせてください。 おじいさん、さすが。おばあさん、ピーチ姫がどうとか何のことですか。僕に話してください。おさすがマリオ。お母さんはマリオに一部始終を話しました。お一部始終をね。長い。どうだったんですか。よし、そのクッパ大王とやらをやっつけ、ピーチ姫を助け出してやる。さすが。お前の気持ちはありがたいが、クッパ大王には手下が大勢いるし、叶う相手ではない。大丈夫です、うん、僕に任せてください。絶対大丈夫。ピーチ姫、ピーチ姫ちゃん、来た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 。早く機嫌を直して僕ちゃんのお嫁ちゃんになってお願いおじいさん助けて。ガン虫。よしと。うわ、唯一の桃要素だ。マリオ、おマリオ、なんだなんだその銃。ピーチ姫さらわれそうの時もこの銃使えよ。絶対勝てたじゃん。この銃で戦えよって絶対マリオ思ってるよ。俺的にさ、さっきのさ、あのお弁当の中身絶対キノコだと思うんだよね。絶対キノコだと思うんだよ。絶対キビ団子じゃない。あ、パタパタだ。めっちゃ可愛い。ベニテングだけにしか見えん俺は。元気になったパタメットはお礼にクッパ大王退治についていくことにしました。マジで言ってんの。結構命かかってるよ。死ぬ可能性もあるんだからな。お前、お、助けてくれ。誰だ誰か早く起こしてくれ。お、懐かしい。いたな、こんなキャ、こんなやつ。お、はあ、助かった。もう少しで死ぬところだった。カメは仰向きになると死ぬんですね。助けてもらったブーメランブロスも鬼のクッパ大王退治に参加することになりました。マジか、死ぬって。おい、待ってくれ。お、連れてってくれ。誰だ誰だ。今おじいさんのところへ。ガボンじゃん。鬼のクッパ大王退治に出かけたって言うんで追っかけてきたんだ。おいらの星もクッパ大王にめっちゃくちゃにされちまってよ。結構田舎っぺだね。思い出しただけで悔しくて悔しくて、おいらもクッパ大王やっつけたいんだ。連れて行ってくれるよね。ね。パタメット、ブーメランブロス。ガボンが一方的に入ってきたようにしか見えなかった今。ブーメランブロスの目めっちゃ怖いんだけど。うわ、何ずっと眺めてんのこの財宝。こいつ何やってんだ。これでピーチ姫がお嫁ちゃんになってくれさえすればこの世の春だ。ゴミじゃん。またまたもうこういうのどっから仕入れてくんだマリオこいつ。怪しい船が島に近づいてきます。どんな船であろうと叩き潰してしまえ。あなんだこいつの返事。来た来た、すげえ大都会だな。住民気になるわ、あのマンションの。なんでそこ扉開けてんだよ。おし、お、行くぞー。来た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 、やっぱ少ないぞ。おお。そうはならんだろ。お、来た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 。お、今回はちゃんとクッパが戦うね。おお。お、いや、マリオ撃てよ。おう、すげえ。結局銃使わないんだね。乱暴はよして、話せば話せば分かるんだから。激しい戦いが続く。クッパいいキャラだな、このこのこのキャラ、キャラ好きだわ、クッパの。こうしてマリオはお供の3人とピーチ姫を連れ人々に返す宝物。安定のカメラ目線。スーパーマリオの白雪姫。来ました。白雪姫結構定番だからね。うわ、相変わらずクッパいい城住んでんな。はい、ストップ。いやー、さすがスーパーマリオのアニメだよな。やっぱ俺の期待を裏切らないわ、毎回。最初っからおかしいもんね。上の城だけでいいじゃん。下の顔絶対いらないでしょ、これ。それはそれは気ぐらいの高い。うぬぼれ屋で自分が世界で一番美しいと思い込んでいる女王が住んでいました。ナレーターにボロクソ言われてんじゃないですか、クッパさん。
気持ち悪い、気持ち悪いな。いつまで笑ってんだよ。鏡よ鏡よ鏡さん、鏡、世界で一番美しいのは誰？正直に言えよ。クッパ女王様、あなたが世界で一番美しい。いや、おかしいやん。そうよね、おべっかじゃん、どう見ても。ある日のことです。ある日のこと。世界で一番美しいのは誰？うん、女王様、この国ではあなたが一番美しい、はい、この国こいつ以上で可愛いやついないの？けれど、あれ、隣の国のピーチ姫が世界で一番美しい。正当なジャッジだよね。このマリオの今白雪姫で一番今普通だよ。何もおかしいとこない。これからというもの、クッパ女王はピーチ姫が憎くて憎くてたまりませんでした。本当にゴミだな。どのアニメでもクッパゴミだよな。ずいぶん可愛い寝方だな。もうなんだその顔。ピーチ姫など二度と見たくない。見てはいないだろ。わかったら出撃。いや、減ってるよね。前回もちょっと減ってたもん。今回さらに減ってるぞ。4体しかいねえ。大リストラじゃん。湖の近くで花を摘んで遊んでいました。ベリーグッドパーフェクトキューティークルガール。いいだぞ。あ、来ちゃった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 。こんな可愛い姫消しちゃうなんてかわいそう。かわいそう。姫。すごいな。タイミングよお前。スーパーマリオだ。自分でスーパーつけちゃう感じっすか。こら痛えな、こら痛えわ。モートン声高。エイムガバッガバ。あ、まあまあそうなるわな。なんで感電してんだよ。お、これ家じゃない、あの小人だっけ、小人の家。森の奥にある小さな家に案内。確か小人だよね、小人いたよね。土足プラス不法侵入してる。これはちょっと任天堂も黙っちゃいねえぞお前。ベッドも椅子も何もかも小さく可愛いものばかりだわ。ベッドは普通のサイズに見えるけどね。アイダン、ヒロピオ、森のアイダル。お前ら森の増票だろ。お前ら絶対打ち合わせしてただろ。息合いすぎだもん。勝手に入っちゃってごめんね。マリオは本当だよお前。本当に勝手に入んなよ人んち。そっか、あのうぬぼれ屋のクッパ女王に。ナレーターにもキノピオにもうぬぼれ屋って言われてんじゃん。これで安心して僕は旅に出れる。いやー、キノピオじゃちょっと無理があるんじゃねえか。ピーチ姫を頼んだよ。いやだから増票じゃ無理でしょ。そうだよ、この城だけ見せてりゃいいんだよ。この下の部分いらないんだよね本当に。しくじっただと、このいやったたずめが。申し訳ございません。お前たちの顔を見たくないわ。さっさと立ったれ。え、ルドウィックおるんやけど。どういうこっちゃねんこれ。この世で一番美しいのは誰？うん、森の奥のキノピオの家にいるピーチ姫。世界で一番美しい。特定済み。なんだこの鏡、 GPS でもついてんのかよ。 Google Earth もびっくりだわこれ。おお。救出に入った。すげえな。お前何でもできるな。今日も森へ働きに出かけます。その間ピーチ姫はお料理森に働きに洗濯をしてあげることにしました。いやいや、7体もいいんだから1体ぐらい本人見張っとけよ。ほっぺのように真っ赤なリンゴ、おいしそうだろ。来た来た来た。どれほどおいしいか一つ食べてみておくれ。いやー、ほんとおいしそう。これは引っかかっちゃうな。ピーチにもごちそうしてあげようかな。かなーつって。ピーチ姫はリンゴを。あー、食っちゃった食っちゃった。あら大変。あら、リンゴを一口食べたピーチ姫はその場に死んだように倒れてしまう。もう死んだように。クズだな本当。これで私が世界で一番美しいわ。ああ、ゴミだな。おいらキノピオ、みんな仲良し。お前らそれ言わないとダメなんかな。ほらー、一体一体でも見とけばいいのにね。しかしピーチ姫。お前ら増えんなよ。あ、お前ら毎回ハモるな会話。いやー、このおっさんのキスで目覚めんのかな。俺無理だと思うんだよな。完璧に殺してんじゃんもう。いやいや、期待はしてなかったよ。さあこれを。あれ、キスは遠い国を冒険した時に女神からもらった薬をピーチ姫に飲ませました。女神って誰さ。ピーチ姫という史上最強の別品女が言いながら浮気かてめえ。おっさんと
美女のキスはさすがに NG だったか。さすがにこの時代でもマリオベッドがログアウトした。記憶ぶっ飛んでんな。勝手に殺すな。私リンゴを食べて。もうこれはしょうがないな。まあわかると思うけどな。目隠せてない時点でもうバレると思うんだけどね。そうか、あのクッパ女王の仕業か。ピーチ姫クッパにやられたなんて一言も言ってないよ。僕たちも行くよ。いやキノピオはいいわ。 いてもいなくても。いやピーチは来んなよ。うわなんだこれ。うわ、せめて踏んであげて。スーパーマリオめ、ピーチ姫ともどもあの世に送ってやるわ。出現がね、怖いんだよね、相変わらず。あれあれ、最初よくれてたのに。エイム力上がったね、コクッパ。いやいや、なんで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 やねん。うわ、一番こすいやり方だな、これ。キノピオは元通りと。どうなってんだこれ。マリオ、助けに来たぞ。来た。え、お前いんのお前。強い強い。うわうわ、電気アンマだ。強いな、ルイージ。お前こんな、お前そんな陽キャみたいな感じだったっけ。おお、性格が全然違うね今と。鏡死んだ。一応ね、もうちょいな。キノピオの活躍でクッパ女王を改心させ、ああピーチ姫と一緒に楽しく暮らしました。いや、あの顔おかしいや。スーパーマリオの一寸法師、うん、来た。うわ、流れ星いい思い出ねえわ。マリオのアニメって何なんですか。なんで毎回ヒゲを生やすんだよ、赤ちゃんに。うわ、ちっちゃ。握りつぶせ、そのまま。ちっちゃいね、ほんとに。うわ、可愛くねえな。飲ませ方、飲ませ方よ。あ、もう外れるぞそれ。あとなんかちょっとエロいね。どういうわけか、おうおう、食べても食べても子供の体はめっちゃ食うじゃん。大人の小指ほどしか育ちません。キノコ食わせろよ。1年たち2年たち10年たち。10年、はしょりすぎじゃないですか。マリオは大きな木に登ってびっくりしました。ちょっと待って、サイズ普通じゃない。普通のサイズに見えんだけど、これ俺だけかな。こんな広い、ほらなんかちょっとサイズ普通だって。これなんか向こうにちょっとなんか東京っぽいの見えるぞ。なんかスカイツリーみたいなの見えるぞ。あの山の向こうには何があるんだろう、うん、都会です。まだ見たこともない世界があることを知ったマリオは、あらー、いても立ってもいられません。お父さん、お父さん、なんだそのヒゲは。僕町へ出ていろんなことを勉強してみたいんだよ。やめろって、死ぬぞ。行くんだ、僕は絶対あの山の向こうの大きな町へ行くんだ。いや死ぬって。日増しに強くてマリオの気持ち。また SF チックな。パパやママがいくら止めても好きそうにありません、うん、とうとうパパ死ねも。仕方ない、行かせてあげよう。わーい、あ、いい声だ。パパは今の絶対裁縫で使う針じゃん。お椀の船。うわ、いや、お椀ガチじゃん。お椀こんなガチで作ってんのに、なんで武器だけこんな手抜きなの。いやもうおかしいおかしい。船に乗って町を目指します、うん、いや別に山から行けばよくない。気をつけて行くんだよ。別に川から行かなくても。山の向こうにさ、お前の目的地あるのに、なんで川で行くの。どうすんのその川が海まで繋がってたら、まあ、一生たどり着かないからね、そのサイズだったら。僕はマリオ、一寸法師のマリオ、小さな体に大きな望み、夢も大きく膨らんで、来い希望の街へ、ゴーゴーマリオ。こっち見んなよ。くつろいでんな。死ぬぞマジで。1分1秒か。ほらほら、死ぬぞお前。座礁じゃん、もう座礁ですよこれ。もう終わりだよ。そうは進まないだろう。いや、なんでなんでなんで死んだし。ちょっと雲行きが、ほらほら来ましたよ。もうこの雨でもうおしまいだからね、こんなサイズだったら。おめえかよ。終わった終わった。はいはいはい、終了。綺麗だ、綺麗な手。気が疲れました。
たね。おお、ここはピーチ姫。ここはどこ、あなたは誰記憶失ったやつが言いそうなフレーズだねそれ。街でかくね。そこにあなたが倒れて、なんでここに水流れてんの。 SF チックなとこにこの川流れてないでしょ。ピーチ姫に助けられたのです。まあよかったねピーチ姫に見つかって。俺がお前見つけてたらぐちゃぐちゃにしてたわ。隣町から勉強しにやってきたのです。どうだったの。ピーチ姫は興味ねえだろお前。マリオはピーチ姫が町へ出るときはいつも一緒でした、うん、いや町でかいよねやっぱ。いや引かれた、あ引かれてなかった。危ないね。なんか喋れよ。クッパだよ。あクッパが来た、ついに登場。うわ、え、そっち先回り。愛の美しいのピーチ姫。うわでかいな。良い返事を聞かせてもらうぞ。やっぱでかいね。オーケーだろうな。クッパだよ。あれピーチ姫動かなくなっちゃったけど大丈夫。ピーチ姫フリーズしちゃったけど。嫌です。何度も言ってるように、うん、お前のようなやつピーチ姫言うね。クッパのことお前っつってる場面初めて見たぞ俺今。許せん。おおマリオやってくれるか。許せん。許せん。なんで3回も言ったの今。クッパだよ。おマリオ様が相手だ。さすがに勝てねえだろ。なんだお前は。さすがに無理だろ。ピーチ姫には指一本触れさせないぞ。いや無理だろ。理性がいいのちびっこめが。本当だよ終わりだよ。うん。手抜きだな、なんか戦闘。懸命にマリオは戦いましたが、戦ってたの。やっぱりクッパ大王にはかないません。避けてるシーンしか見てないけどね。腹の足しにもならんが。え？まさか？え、食うの？食べて。お！お！マリオ RPG 3だ。お？お？いやこれシンプルにマジで痛そう。でかっ。いやまあこんなんじゃやられないだろう。まあ当たり前だわ。お？まだやるか。まだ抗うマリオさん。殺傷能力ありすぎでしょそれ。お。ボクちゃんの頭脳が。クッパの一人称はもうボクちゃんでいいの？ありがとう。ああ。私の命の恩人です。いや別に命は狙われてなかったでしょ。あら？おや？ん？これじゃない？ほらやっぱり。なんでクッパこれ持ってんだよ。あなたは何が望みなの？僕、うん、やっぱり僕は立派な体が欲しいな。まあだよな。10年以上その格好だもんね。俺だったら死ぬわ。マリオ、立派な若者にしておけ。体っつってんだろ。年齢じゃんそれ。うわうわうわ。マリオの体が少しずつ大きくなりだし、いやスーパーキノコ食えばねこれになると思うんだけどね。マリオは立派な若者になりました。それでもちっちゃいな。えおいちょっと待って、その車はどこから取ってきたのかな。なんだこの車、絶対モデルマリオじゃん。いやいやマリオが運転すんの。絶対こいつ無免でしょ。こいつ多分今勘で運転してるでしょ。幸せに暮らしました。幸せ云々よりさ法律守れ。おおもう始まった。なんでこれ全然マリオじゃないけど誰これ。だあおめえか、おめえがやってんのねゲームを。本来あなたがねテレビ側なんだけどね。おなんだこのゲーム。何をすればいいゲームなんだろうねこれ。おやすみマリオ。うん怪人じゃん。うわうわ、光りすぎだろそれは。絶対目悪くなったぞ今。あ、PG 目だ。うわ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 、ボッコじゃん。おおいおは、杖、その棒なんだ。いや、まあまあまあ、そういう顔にもなるわ。すげえ、ディズニーみたいな展開だ。うわ、いや、ほんとに、うわ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 、ちょ、待って、お前、見てねえで、テレビ止めろよ。あ、危ない危ない危ない。お前、夜中もいいとこなんだが暴れんなって。これあんたの友達？なわけねえだろお前。あー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 、家めちゃめちゃだよこれも。もう最悪だよほら。あー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 、これもうダメだ。家もう終わりだこれ、家おしまいだこれもう。あーあー、ウルトラ上手に焼けました。あれ普通に大丈夫だった家具。うわ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 、あーなんだ夜中夜中。ごめんなさい。はい。おかげで助かったわ。
何もしないけど。私ピーチ姫。おピーチ姫、うん、知ってっけど。あなたはマリオ。名乗ってもいないのになんか勝手に決められたんだけど。とっても勇敢な騎士。そうですかね。夜中までゲームしてるオーバーオールのおっさん、俺は勇敢な騎士とは思えんな。私、うん、しばらくここに隠れてていいでしょ。あ、いいよいいよ、もうずっといろ。てかもう俺と結婚しろ。うわうわうわ、出た出た出た。私たちの国をめちゃめちゃにしたわ。早くテレビ消せよ。うわでかっ。おかしいでしょこれ、比率が比率が全然合ってねえこれ。 PG 姫これでもこいつ勇敢な騎士なんすかね。いやでかいでかいでかい、でけえ、勝てるわけねえこれ。ぶっ飛ばして、あなたなら勝てるわ。無理、怖いよ。うん、それが普通だよ。頑張ってマリオ。あ、騙されんな、きっと勝てるわ。ほらほら、もうこいつもちょっと妥協してるもん。絶対勝てるって言い切ってねえぞこいつ。くれーマリオ。どっち。マリオ、ああああああ、助けて。ああ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 、なんで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 戻れんのお前。なんで戻り方知ってんの。ピーチ姫がさらわれた。ピーチ姫、なんだそれ。助けを求めてきたんだ。助け、ピーチ姫が。うん、普通、これが普通。その続きは夢で見りゃいいさ。確かに、そうしよう。今まで、今さっきなかったじゃんそれ。なんで急に出てくんのこれが。それにしても一体誰だろう。お、まだ光ってるぞ、まだ光ってるぞ。いい人だったな。まだ光ってるぞ。おいおいおい、まだなんか光ってるぞ。おオープニング入んないでくれよ。おい、お、気になるじゃん今の点滅。今の点滅めっちゃ気になるんだけど。あー、来た来た来た、始まっちゃったよオープニングが。始まっちゃったよ。なんなんだこのオープニング。お、え、なにこれ。え、どこ、ここ。あ、ありがとう。お、毎度どうも。あ、店か。今日はケーキを作ってやろうと思ってね。それはそれは。おお、美味しいケーキには最高の材料。うん、ルイジ接客うまいな。おはようマリオ。ポパイで出てきそうだねこの人。小麦粉、バター、砂糖、卵、牛乳、クレーム。なめてんだろこれは。これでケーキを作れっていうの。このおばさんやべえわ。どうしたんだよ兄貴、朝っぱらから。お、お、さすが。おうおうおう、弟をそんなゴミ扱いしないでよ、かわいそうやん。この石の導くところ宝の国なり。飛行石じゃん。エメラルドの花咲き乱れ、うん、水辺には金のキノコ、夜にはダイヤの星が降る。おお、よく噛まずに言えたね今。すごい、うん、行こう、うん、どこだ。わからん。104番こいつら仲いいな、こういう兄弟いいよな。これサムネだな、これこれサムネだな。あの、もしもし、はい、いやマリオがそこにいたのか。いやまだもしもししか言ってねえのに全部わかってんじゃん。どう、わかった。うん、迎えに来るって。迎え、悪い冗談。ははははは、ああああああ、危ない危ない危ない。うわ、そういう連れてき方。おいおい、店閉めろお前。店開けっぱで行くなお前。ああ、危ない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 。ようこそマリオブラザーズ。お、来た来た。ここ気になるな、このちょっとボコってなってんの。すごい叩きたくなるな、ここ。このキノコの国にあんたを呼んだのは他でもない、このわしじゃ。キノコの国。キノコ、あの宝の国のキノコ。ああ、知ってんだそれはマリオも。ああ、ああ、なんだなんでなんだ。うわうわ、なんかこの時代のキノコ色とりどりだね。その上、クッパは魔法をかけて、ああ、この国の人々をレンガやつくしの姿に変えてしまったんじゃ。なんかやってることは子供に見しちゃいけないレベルのことじゃない？結構残酷じゃない？どうして俺たちなんだ。なーに、いい伝えじゃよ。双子の男キタレッジ、マドロスシャッポにつなぎのズボン、マルハナジョロのちょびひげかわいい。鬼もろいが金にも弱い。とても言い伝えの勇者の器ではない文章がいっぱいあったけど。このままでは姫はクッパと結婚させられてしまう。あら、結婚。結婚。今度の13日の金曜日にの。なんでお前日付知ってんの。足じゃないのそれって本来。許せー。ああ、知らないな、勝手な真似はさせないぞ。
ここを東にまっすぐ行けば必ずクッパのところへ行ける。本当かよそれ。谷や森を抜け、険しい山を越え、大きな海を渡って行かねばならん。何でも知ってんじゃんお前。まっすぐ東に進んだら何があんのかも全部知ってんじゃんこいつ。はい。3つのパワール。書くな書くな書くな。3つのパワール。3つのパワール。じゃあ不思議な力を持つ。なんだ？キノコと花。なんだなんだ後ろの雷。おお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 お。麻薬じゃん。なるほど。あら。その3つのパワールを探し出すのが清潔ってわけか。なんかストーリーっぽいね。きびだんご行きなさい。きびだんごっつうのこいつ。名前もうちょい考えろよ。おお。おお。これ何の時間？おっさん二人が淡々と歩く絵見せられてもね、こっちも困るんだわ。どういう感情で見ればいいか困るんだわ。おお、正面からの顔きついな結構。あ、クリボーじゃん。いつの時代でもクリボーだけは変わんないね。かわいい。あれ？ちょっと待って、ちょっと待って、あれ？俺の記憶が合ってればなんだけど、前回確かね、ジジイに、まっすぐ東に進めと言われたんですよ。こう東にまっすぐ行けば必ずクッパのところへ行ける。ほんとかよ、それ。これ、あれだよね。太陽沈んでるから、方角的に西に進んでない？もうダメじゃん。うわ。わぁ、めっちゃ手抜きだな、夜空。ブルーバックに星変えとけば夜空になると思ってるでしょ。安直だな、考えが。急速だね。急速でね。この日どっから出てんだろうな。腹減ったな。俺もね今ちょっとめちゃめちゃ腹減ってる状態で撮影してんだよね。いやそれは無理があるな。それは無理があるわ。ダセ。もう死にそう。俺も。お。食べ物がなくてお困りのようですね。食べ物が出てきた。美味しいキノコの谷があるんですけど。おお、美味しいキノコ。キノコ大好き。お前が今目の前で喋ってるやつもキノコだからな。なんだろうね今めちゃめちゃグロいことになってんのかな。クリボールイジにむしゃぶり食われてんのかな。あっちだ。おっ、こりゃ笑いだけだ。ネーミングありきたりだなお前。いやいや、どんだけあんだよ、どんだけ、どんだけ笑いだけあんだよ。今のちょっと、今のちょっと可愛かったわ。またなんか食ったぞ。ぜなんだ。あー、はいはい、泣き泣きだけでしょどうせこれ。絶対泣きだけ。こりゃ泣き虫だけだ。あれちょっと。時が止まったぞ今。おっ、あーはいはい、なんだろうなんだろう、怒りだけかな。あったまりだぞ、怒りだけだ。あ、やっぱり。おっ、でかっ。なんだあの鳥。あ、カメだった。なんでカメなんだよ。ヒナは鳥なんだね。これなんだっけ、これあれが鳴き虫だけか。あれだよ、そうだよね、あの反転のついてるやつ、泣き虫だけだよな確か。あれあれ、ちょっと待って、絶対違う、絶対違えって。お、来た、残りの残飯も来た。こいつらもうあれなんだ、抵抗はしなかったんかな。うま、待って待って、この餌はなんだか変だぞ。私が毒味をしてみよう。めっちゃ会話するね。頭いいな、マリオ。というわけで、こんな腐った餌、腐った餌、腐った餌は食べない。お前、自分の弟になんてこと言うんだよ。ねえ、お母さん、もっとマシな餌取ってきてよ。ずずしいな、お前。なんだって。はい、まだこいつらめちゃめちゃ喋んじゃん。どうやって折れるんだよ、兄貴。折れることが不可能なれば、すなわち、登るきゃない。それはおかしい。お、なんか見つけた？お、なんかある。コインか。いやもうすごいな本当に。うわ、凍ってるよあのキノコ。あれは三つのパワールの一つ、真実のキノコに違いない。え、ただの憶測でしょそれ。どう？落ちろ。落ちろ。死ね。あーダメ、あー落ちないか、やっぱ主人公だから。主人公補正で助かっちゃうからやっぱり。あ、そこは抜けんのね。抜けない落ちとかないんだそこは。お。いやー、うん、まあ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 、まあ、マリオの世界ではあるあるでしょ。なんか引っこ抜いたり叩いたりするとコイン出てくるのはマリオあるある。おお、落ちんのかい結局。お、ナイスキャッチすぎるこいつ。
おお、お前らヒナのくせにそんな人を助ける思いやりがあんのか。見直したよお前ら。頑張れ頑張れ頑張れ。全然ダメじゃん。おお、ルイージめっちゃかっけえ今の。え、コインが、コインがガールになったけど、ヒューマンになったけど、うわぁ。え、おぉ、うわエロ、でかでかいなお前。ありがとうございます。いや、どういたしまして。ピーチ姫の次女の、うん、え、今なんて言った。え、ピーチ姫の次女、ピーチ姫に次女なんかいたの。私はピーチ姫の次女のキノピオです。そこはキノピコじゃないんだ。さ、みんなお礼を。お、おぉ。誰もありがとうって言ってくれないんですけど。マリオ様、どうぞこのスーパーキノコを持って行ってください。ちっちゃ、鼻くそかこれ。おお、お前の手がでかいだけね。ただ一刻も早く、はい、ピーチ姫を助けてください。はい、頑張ります。おい、なんか椎茸が嫉妬してるぞ。あ、なんだこれ、あれか、尺稼ぎタイムか。はいはいはい。さよなら、気をつけなさい。当たり前のように喋んねんお前ら。この曲すごいね、なんか中毒性あるわ。ちょっと好きかも俺この曲。キラーだ。あ、でもなんかこの時代のキラーってなんかあんま今と変わんないね。まあ口があるかな。いや、これおかしいでしょこれ。触れた瞬間爆発するのがお前らの役割だべ。何のためにミサイルで生まれてきてんのお前ら。でけえ。おおおおお、え、でかっ。毎回思うんだけどさ、巨大キノコ食うとなんか服も大きくなるよね。なんでだろう、伸縮性なのかな。なにこれ。もうちょいいいデザインあったと思うんだけどね。あ、出た出た。東へ行くにはいくつかコースがございまして。コース、道草コース、お昼寝コース、花園コースなど、いろいろ取り揃えてございますですよ。いいね、お昼寝コース行きたいな。花園コースだって。はい、美しい花咲き乱れ、顔が豊かな、安いセールストークだな。いや、別に花は興味ないな。花から探しコースってのも作ってほしいもんだね。それな、ひょっとしたらその花園にパワールの花があるかもしれない。うん、信憑性に欠ける勝手な憶測だけど、まあ一理あるな、その考え。うん、道聞かないんだよ。わかんのかお前、花園コース絶対間違えてるってこいつ。ほら、もう絶対違うじゃんこれ、花園じゃないじゃん。すごい口動くね、ルイージ。うわ、絶対パックフラーだ。ほら、え、バラなのこれ。この色、この輝き、このしとやかさ。最高だな。なんか言ってこい。危ない。うわあ、え、なんかあれだね、今の時代のパック。あ、おもぐいだ。うわ、でかっ。うわ、急になんか柵が適当になったな。これは舐めてるだろ。俺でもかけるぞこれ。なんかパックマンみたいだね。いや、足しろかお前は。うわ、絶対臭い。あ、お、きた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 。なんだっけこれ。ジュゲムだ、ジュゲム。ずっと自己紹介してたわ。懐かしいね。懐かしいつか今もいるけどね。お、よくもよくもわしのお花ちゃんに意地悪したな。あいつらが勝手に自滅しただけだけどな。お前たちをおびき寄せてお花ちゃんらに食べさせてやろうと思ったのに。やり方がかなり R18 のヘビー級の映画だよそれ。黙り、餌の分際で生意気言うとは許せん。うわ、え、何？なんつった今。お前今おっぱ。ジュゲムはあれなのかな、マリオ以外にも食わせてたのかね、あの花人を。怖いなぁ、普通に怖くなってきた。昔はこんなめんどくさい手もしないとこいつら召喚されないんだ。めんどくさいね。なんか針そこまで尖ってなくない？あんま痛くなさそう。なんだその顔。え、でかっ。サイコパスだな。ルイージいいもん持ってんじゃん、お前それで勝てるって絶対。うぜえ。バンジキュースか。あ、うお、エロ。そんな支えられる。ジュゲムジュゲムパイポ。ん、あ、これムーミンじゃね。おお、怖っ。これルイージたち大丈夫なんかな。助かってんのマリオだけだからな。ルイージたち大丈夫かな。もろに食らってたよ。お、マリオさん、お、頑張るね。マリオさん頑張りますね。おお、
どうした？お、なんか針がどんどんなんか鋭さを失ってきてるね。なんか針が徐々に。これ見よっちゃって。これで梅雨の雨だろ。それで夏の太陽ってな。次は、秋の台風だ。それ。わしわし。あ、かわいい。よし、いいぞいいぞ。空降らせすぎじゃない？あら、お、あ、そんな降らせた、そんな広範囲に降らせたか。うわトゲゾウたちどこ行った、盾になった。あ、クッパの魔法から解いてください。いや、当たり前のように出てこないでくれ、ビビるから。ありがとうマリオ様。お、これ愛の花。お、愛の花。パワールの花。いや、愛の花っつってんだろ。これを持ってクッパのところへ急いでください。幸運を祈ってます。あら、また嫉妬しいたけブラザーズがいるぞ。この映画もあと30分ぐらいで終わるから、まあいい暇つぶしになる。お、あ、なんだっけこれ、こんなやついた。どっから出してる、ポケットから出してるそれ。え、なにこれ、え、カロリーメイト、いや違うか。ブロックか。え、なんだこれ、カロリーメイトに見えるよ俺。え、え、コインって何これ。マリオ子供向けの映画だべ。ちゃっかり宣伝すんなよ。どうせこれ長谷園でしょ、これどうせ。これ美味しいですよ。何がこれ美味しいですよ。でもうわ、大人の汚い部分が見えたね今。子供向けの映画でお前これうまいですよとか宣伝すんなよ。夢が壊れるでしょうが。来たぜ。わあ、ブサイクじゃないなんか。今度こそはしくじるな。来た。いやさすがにちょろすぎでしょそれは。ルイージは引っかかるけど、マリオは引っかからんやろ。あ、まんざらでもねえな。女が金天秤にかけられたら人間は金に行くんですね。拾わない、拾いながら行こうぜ。うわぁ、なんだこれ。うわぁ、これはすごいな。はぁ、なに、どうしたどうしたお前。いや、こんだけ金あればやばくね。デヴィ夫人とタメ張れるよこれ。銀行掘り当てたんだ。掘り当ててはないでしょ。うわ、あ、なんかクラッシュバンディグーでありそうな、ありそうつかあったね、こういう丸い岩が転がってくるやつ。うわ、なんびっくりした、めっちゃ笑い声ハモってる。これで俺たちもがっぽり褒美がもらえるよな。なに、まあ、マリオもマリオでここまで気づかなかったのはバカ。おお、ハンマーブロス先輩だ。ハンマーブロスはおの使いの名人って何、ハンマーなのかおのなのかどっちなんだよ。金貨に目がくらんだばっかりに、ああピーチ姫、私はバカでした。最初から最後まであなたはバカです。まあ、このゴミとはまあ少しは違えよな。ピーチ姫、あ、クッパ城か。じゃあここ、あ、早く助けに来てマリオ。マリ海だ、すげえ。お願い、祈ってるんだねずっと。あ、来た来た、気持ち悪い顔。絶対やよ。でもまあそれはな、私はあなたを誰よりも、はあ、その愛しておるのですよピーチちゃん。純粋だなクッパ。でもね、こればっかしはクッパダメなんだわ。種の違いだわ。変身ごっこしよね。え、何か面白いものに変身して。無茶ぶりやな。結婚式の準備しなくちゃなんないのに。あ、できるんだそういうのは。いやーピーチ、変身ごっこしなきゃ。いやいや、わかったわかった、ピーチちゃんのためなら。ちょろ、ポケロに変身して。なんつった、ポケロ、ポケロ、ポケロって何？わあ素敵。何これ。じゃあ今度はぶちもった、ぶちもんだ、ぶちもんだ、な、何なのそれ。俺が知らないだけなのかな。小さくて可愛いものがいいわ。小さくて可愛いもの、小さくて可愛いもの、ダンゴムシか。うわ、え、こんなのにも化けられるの、クッパすげえな。どっから出したのそれ箱。こいつもある意味ゴミだな。おおおおおお、お、箱ごとクッパになったよ。わしから逃げるなんてバカなことは考えないことですね。急に態度変わったねクッパ。もうすぐマリオが助けに来てくれるわ。あんたなんかコテンパンに乗されちゃうわよ。言葉すごいな、なんかこの時代のピーチ姫。乗されちゃう言うか。何してんのこいつは。お、妄想してる暇あんのか。バッドエンドですよもう。マリオ妄想バッドエンドですよ。あ、おお、この妄想から解いてくれた。うるさいな、今忙しいんだよ。
何か忙しいんだよ。うお、ルイージ、お前ナイスすぎるな。持ってくな持ってくな。いや俺引っかかるだろ絶対、ほら絶対引っかかる。あ、 いける。あらあらあら、いやいけるでしょハンマーブロス。いやなんでだよ。あー、斧使いってそういうか。うわすごっ、あはははは、腕めっちゃ伸びるじゃん、ゴム人間じゃん。斧使いだ、あははは、マリオどこ行ったよ。あーあーあけーこはははは、なになになに、大の大人が泣くな、恥ずかしい。ウィージー、どうしたんだ。金塊が石ころになっちまったよ。え、魔法的なクッパの。あら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 、え、そんなんあり。これはもうクリボーの責任だよな、やっぱこういうとこだよな、しっかり。あ、腹からいったぞこれ。絶対痛いぞ。あー、え、結構高いよそれ。ほらすごいなこいつら、やっぱやっぱスーパーマリオブラザーズなだけあるわ。泳げないんだから。なんで泳げねえんだよ、お前ら。なんかもう泳ぐって概念がないわ俺からしたら。え、なにこれ、見たことない。え、こんなのいんのマリオ、綿棒みたいな。あ、プクプクか。え、こんな薄っぺらくないでしょ、こんなでかくもないでしょ。しかすごいね。あー、まあ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 、うん、しゃあないしゃあない、本能だ、貝の。いや面白いわこれ、これは面白いわ、これは面白い。おー開いた、おお、それで開く貝も貝でなんなん。いやでも確かにあんなんやられたら見ちゃうわ。あ、なんだなんだ、海で本。最初からそうすればよかったじゃん。おお、ゲットした、無敵のキラ星だ。無敵のキラ星。泳いでんのかなそれ。あ、沈没船だ。おー、これ飛んだりしないだろうな、この船。で、なんかさ、この船飛びそうな気がすんだよな、なんかピーターパンみたいな。え、飛ばないよね。なんか飛ぶんじゃないこれ。え、絶対飛ぶ、ほら。絶対飛ぶじゃん、ほら。沈没してんのになんで復帰すん、タイタニックとかどうなんのじゃ。あらあら。この時代、なんかこの時代、海の生物全部でかいね。え、これ水中だよね。肺すごいなこいつら。え、かなりの肺活量よこれ。もうくつろいでんの。なんか臭そう。ルイージ危ないって、選手それ。縦揺れ危ないって。兄貴城だ。おう、いやマリオも危ないって、そこ。お月様だ。確か結婚式は満月の夜だったはず。お月様だって。なんそんなんありかよ。合わせてきたね、月が。なんで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 、面火事取り火事いっぱいにすんのよ。もうミジップでいいよ、ミジップで。ほらね、こういうことするからこうなるんだよ。おっ、うわ、なんかすごい亀の独特な文化を感じるこれ。うわ、結婚式かこれ。あ、なんだ、え、うさ、なにこれ、普通に騒音なんだけど。はい、これペタ。すごいね、メイクメイクなのかそれは。はい、じゃあ仕上げにね。すごい、見たい見たい。もういい加減舐めてんだろ。クッパ大王様、汝はピーチ姫を妻とし、はい、末永く愛し、亀一族繁栄のために尽くすことを誓う。生々しいよ、繁栄とか繁栄とか言うな。汝はクッパ大王様を夫とし、末永く亀一族の繁栄のために愛を捧げることを誓いますか。さっきからそのマラカス何なの。すっごい鬱陶しいんだけど。嬉しい。嘘でしょ。嬉しいとな。お前亀とのか。あの子の時を待ちわびていたことか。え、お前マジで言ってんの。こいつ多分すごいよ。こいつの息子多分マンモス級で、お前入んないから。お、来た。あ、来たね。間に合ったギリギリ。式は開かずのまで行う。来い司祭。やあマリオ。ビーチ姫。助けてマリオ。ビーチ姫。ここからあれか。マリオとクッパのあれか、逃走劇的な。
お前どこ行くの？一人なんか自己中心的な人いたけど今。あここでなんか申し訳程度のマリオ要素が出てきた。あちょっと申し訳程度のね、ちょマリオ要素を組み込んであるね。あお前か。何やってんの？まだ金集めてんの？こんな大事な時に。おお。あこの歯車全然噛み合ってないじゃん。おなんだここ。え何これ。えクッパここ通ったの？うわ来た来た。ここをクリアするにはこのリフトを伝っていけばいいんすよ。それにもっと面白いことには。クリボー手あるんだけど。ほら手あるって。キモ。これは突破できないんじゃない？さすがにま。いやー幸せそうで何よりですね。この水は、お、うわなんかすごい読めたよ、読めよ俺。ほらやっぱこういう時に助けてくれるのがやっぱサブキャラのね、折り鉄板でしょ。もう皆さん、どのゲームのねサブキャラもね、こいつを見習った方がいいよ。それではエンゲージリングの交換をどうぞ。ピーチちゃん指輪をどうぞ。これ入んないでしょ。ほらやっぱりクッパしか入んないでしょ。他のノコノコでも入んないのにさ、なんで自分のサイズと合わせるかな。こういう計画性のなさがやっぱりマリオに毎回負ける範囲になるんだよねこいつは。全世界がお前の指と一緒じゃないんだからね。あらあらあら、開かずの間が壊れますよ。開かずの間がもうぶっ壊れましたね。もうこれでオープンですね。オープン、もう全世界に開かずの間を。全然開かずじゃないっていうね。一箇所掘っただけで全開する城って面白いな。おおおお、お前その岩結構重いんじゃないの？もう片手でどかしたのすごいすごかったわ今。案外力あるでしょお前。はい、そうはイカのお寿司ってな。よくもわしの結婚式を台無しにしてくれたな。はい、わしに逆らえばどうなるか思い知らせ。すいません。うわ危ない危ない危ない。マリオ助けられてばっかじゃんサブキャラに。マリオ逃げて、私のことはいいの。はここまで来て今さら私のことはいいとか図に乗るなお前。早く食えって味わってる場合じゃねえよ。早く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 。よし。早く早く。え？おっとマリオ振りかけ。ここに来て宣伝すんの？ふざけんなよ中谷。マジで？ここに来てマリオ振りかけ宣伝すんの？そんなんあり？ああ。あなたのお嫁さんになるわ。だから。本当に言ってる？私の花嫁になるとな。やだよ、死んでもやだよ。ダメだピーチ姫、そんなこと知っては。ダメですな。奴はパワールのキノコと花を飲んだ。このまま生かしておくと私にとって花だ都合が悪いことになる。いやもう瀕死ですけど。おっと、お兄貴こんなとこにいたの？前がどんなとこにいるんだよ。星が落ちてたよ。なんで持ってんの？わーっとこれは死んだが。これ死んだでしょ。すりつぶしてくれるわ。うわマジかお前。子供も見てんだぞ。すりつぶすとか言うなよ。間に合った系ね。間に合った系ね。ああパワール食ったらクッパあっという間なんだね。魔法が解けてみんな元に戻ったのです。おお綺麗だな。みんなマリオのおかげよ。同じブローチを持った素敵な王子様が現れるんですって。へえ。同じブローチ？お前はないわ。おい確かうちの店にこれと同じブローチあったよな。ずうずうしいぞお前、調子乗るなよ。おえ何？え嘘でしょ？嘘でしょ？ガチで言ってる？本当に？え嘘でしょ？嘘だ。本当に言ってる？あなたは私は。うわめっちゃイケボ。
ハルです。ハル。あなたがハル王子様。知ってんのかよ。すると姫の婚約者ってのは。そうでしょ。うんじゃねえよ。マリオ、ルイージ、ありがとう。いやありがとうじゃねえ。ははははは。私の恩人、誠の勇者です。マリオ。いやいやマリコ本当にかわいそうだよマリオ。姫が幸せになれて嬉しいっすよ。本当かそれ。うわ頑張って頑張って助けたのに最後の最後でこんなわけのわからん団子に奪われんのピーチ姫を。行くぞルイージ。さようなら。マリオ、ルイージ、元気でな。おい、ずるしいぞお前。何が元気でなだ。身分の差考えろお前。お、お前生きてたんだ。本物の勇気とは誠の愛から生まれるものなのじゃの、はい、それがパワール勇者の印じゃよマリオ。誠の愛って何。誠の愛団子に奪われたんだけど。